どうもこんにちは、まこちゃんです。今日はですね、音声調整うまくいかずすいませんという話をしたいと思います。はい、というわけでですね、今日はですね、当チャンネルの動画運営、動画編集のお話でございます。はい、まあね、もうね、俺何年ぐらいやってるの？4年ぐらいやってるのか4、5年 YouTube 中やっておりまして、まあ最初の頃はほぼ毎日で、途中から週2は絶対守ってるはずなんで、なんだかんだで何百本上げてるんですけど、未だにわからない、難しいなっていうところが音量調整なんですよ。音量調整、本当にね、皆様からお叱り、結構コメントで書かれます。お叱りというかさ、いやでも難しいんだよ本当に。でやっぱ一番書かれてるのがやっぱ BGM うるさい問題だよね。でこの動画も多分 BGM つけてますけど、ただね、最近は本当に分かった。もう BGM はもう、本当編集の時は全然うるさくないですよ。これ聞いてもらったら分かるんですけど。うん、編集の時はちょうどいいなって思うんですけど、アップして皆さんの感想を聞いた時に、うるさいっていうのが結構多くて。で、あげくね、何ヶ月か前に、間違って編集してないやつ、こうやって喋ったやつそのまま素材のままアップした動画があったんだよね。何の動画だったっけな。絶賛されました、皆さん。ほとんどの方絶賛。いや、BGM なくてこっちの方がいいですってなって、もう、それね、もうそうやって書いてくれるのはありがたいこと、コメント書いてくれるのはありがたいけど、結構傷ついた。手間暇かけた編集いらないの？みたいなさ。うん、っていうところで、まあね、そっからもうちょっとね、BGM とか調整して、今多分聞きやすいんじゃないかな。聞きやすいっていうか、本当にうっすら流してるはず、今だと。もう編集してる段階だとほぼ聞こえないレベルなんですよ、この BG って。でもアップすると、今までの音量だったらもううるさいってなってたところを、今はね、ほんと多分うっすら、編集してて不安になるわけ。こんな小さかったら BGM の意味ねえんじゃねっていう音量にしてるんだけど、これがちょっと皆様にね、最近、ちょっと前からしてるはず、その音量に。うん、ここ、いや、もうちょっと前かな。うん。ここ1ヶ月ぐらいの動画をもしかしたらちゃんと、その今、お試ししてる音量にな、かなり小さい BGM の音量にしてるんで、ちょっとどうかなっていうところなんですよ。はい。そういうの含めてちょっと感想を今いただければな、と思います。で、これでももううるさいとか言うんだったら、言うんだったらっていうか言われちゃったら、もういよいよほんと BGM やっぱなしありだね。なしもちょっと考えないといけないな、と本当思ってます。はい。でもさ、やっぱ、編集しててさ、自分の声だけ編集してると結構ね、寂しいって言うともあれなんだけど、なんかやっぱ寂しいわけよ。うん、編集しててっていうか完成したものか。やっぱこうやって喋ってる中でうっすら BG が入ってる方が、なんだろう、俺の中ではいいんじゃないって思ってやっぱ BGM 敷いてるわけよね。うん、何もないこういう音声。あと、ちょっとね、わかりづらい。ある程度音の編集してるんだけど、自分が喋ってる声って。やっぱね、いろんなこう雑音とか入ったりしてるわけ、うん、それを編集で消せるものは消せるんだけど、やっぱり残っちゃってるものもあるわけですよ。で、このマイクの調子が悪くてダメとかっていうパターンもあるんで、そういう時にうっすら BG を敷くことによって、その嫌なノイズというか雑音みたいなところも分からなくするっていう意味もあって BGM 敷いてるんですけど、なかなかね、ちょっと音量調整が多分、まあ俺の音量調整が悪いんだろうな。それは間違いねえんだろうな。だからもうちょっと喋ってる声を大きくするっていうのもありなんだけど、やっぱりこう、抑揚がある喋りをするから、多分大抵の人って。うん。で、俺は特に抑揚をつけて喋った方が面白いと思ってる人なんで、抑揚をよくつけるんで、結果的に、要は上げ、ちょっと上げると、抑揚聞いてる上の方だと音割れっつって、より皆さんが聞きにくいような音量になっちゃうわけよ。で、下は小さいから、だからその辺の、俺の喋ってる声の音量調整も難しくて、結果、全体的に小さい。上に BGM が大きいっていう状態で、多分皆さんがお聞き苦しくなっちゃってるっていうところで、ちょっと本当に、常に言われて、ちょっとずつ変えてるんだけど、なかなかね、いいところに着地しないんで、もう本当近々、もしかしたら BGM なしも考えてますっていうところですね。はい。まあちょっとね、ここ1ヶ月前ぐらいから多分 BG 本当に過去ないぐらい小さくしてるんで、音量。これでダメ、これのちょっと感想とかいただければね、もうこれによっても本当 BGM やめるかもしれないみたいなところで、はい。もう一新して、もう一回テンプレというかさ、自分の今の編集の形一新して、
もうもしかしたらもう取っ手出しにしちゃおうかなと思ってBGM いらねえとか言われてさ、もう結構ショックだった。マジでショックだったからね。それを絶賛されたことがショックだったから、やっぱりなしの方がいい。だってもう素材のままポーンとアップしたやつがいいって言われてるわけで要は編集し終わったやつと素材のデータがあって、間違って俺は素材の方をYouTube 上にアップしたんだけど、これ大体俺がたまに1年に1回2回 BGM なし、オープニングなし、エンディングなしみたいなやつ上がってると思うんだけど、それって俺が単純に入れる動画間違ってるんですよ編集前のものをアップしちゃってるっていう、それだけなんですけど、この前2ヶ月前ぐらいかやってたやつに対しては本当絶賛の嵐聞きやすい、いつもよりいいですって言われて、ちょっとねマジで傷ついたんで、そういう意味ではもう最悪取っ手出しにしてもいいかなと思ってます。はい、見てくれるんだったら、まあ取っ手出しにし、取っ手出しっていうかもう BGM 敷かずに、でこうカットも一応カット編集も入れてるんですけど、まあ別に最悪ね、この余韻もね、何も喋んない余韻とか、なんかこうね言葉探してるみたいな、こういう余韻も楽しんでもらえるんであれば、一旦取って出し的なところも試してみようかなと思ってますもうここまで編集否定されちゃうとね、だからそんないろいろ実験していって皆様により見てもらえる動画をちょっともうちょっと心がけていきたいなと思ってるところなので、ちょっと温かく見守っていただければ、はい、もちろんコメントでねご指摘いただければ、私目通してますから、なんかうまいこと対応できる範囲で対応していきたいなと思っておりますので、ぜひねコメントいただければと思います。はい、まあ、とりあえず BG はここ1ヶ月ぐらいのやつは多分かなり抑えてるはずなんで、ちょっとどうかなっていうところ、やっぱオープニングいらないっていう意見もねかなりもらうんで、やっぱオープニングとかもねコンパクトにしたちょっと新しいバージョン作ってみようかななんて思ってますので、まあちょっとね期待せずに末永くお待ちいただければ、必死レート変わってるかもしれませんけど、はい、そんな感じで、ちょっとね、今日は本当に編集あんまりうまくなくてすいませんというお話でございました。はい。編集というか音量調整だよね。音量調整はね、本当に難しいっていう、今日はそんなお話でございました。はい。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと、この動画も喜びますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは。